こんにちは投資家でで学修士のタクです今日はね、この前ちょっといただいてた質問に、えー、答えれてなかったので、えー、今からね、答えたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。えーまあ、本当にね、多くの方から、えー、いろんなね、投資の話、えー、質問の話いただくんですけど、えーまあ、今日はね、ちょっとね、えー、ガチでリアルに答えたいなと思います。 で最近ね、まああの、仮想通貨のほうとかの話もしてて、まあ、特に、ね、仮想通貨のほうで、えー、質問をいただいたので、そちらを、ね、解説します。であくまで,あくまで、ねまあ、僕の個人的な見解なんですけど、えーまあ、非常に大切なこと、皆さんに有益な話を、ねえー、したいと思います。まあ、仮想通貨について、ね、結構詳しいですねとか、あと、まあ、テクニカルですね。 テクニカル詳しいですねとか結構いただきます。それは本当にありがとうございます。で、えっと、そこの部分ではなくて、えー、っと、そうですね、これですね、えー、仮想通貨のね、えーま、暗号資産のところでいただいた質問なんですけど、あのー、株とね、暗号通貨、暗号資産ね、えー、どっちから始めたらいいですかっていう、ま、質問なんですけど、えー、おそらくね、 結構初心者の方じゃないかなと思います。で、あの、おそらくね、まあ、文面とか、まあから、からしてね、あと、まあ、おそらく僕の動画をね、初めて、まあ、見ていただいた方だと思うんですけど、えー、っと、まあ、一応ね、初心者っていうことで、前提にしてお話しすると、あの、株とね、暗号資産、これね、正直言えば、 どっちからやった方がいいかというと、これね、株の方が僕はいいと思います。なんでかというと、ちょっとね、暗号資産に限ってはまあ仮想通貨でもいいんですけど、ちょっとね、まだね、こう、はっきり、そのなんだろうな、相場とか、あとトレードのこう傾向がまだね、はっきりわからない部分が非常に多いので、なんだろう、株の方がデータ量も多いし、 今までの,その多くの人たち多くの人がやってきた経験とかあとまあ実績とかもあったりして株のががデータ量が多いんですよもちろんあのそのデータ量っていうのは今までの,その株がずっと取引されてきたっていうこととあとその他のねあ,のあるじゃんあのそういう株の開設してるえまああの会社 があったりとかえー、まあ、いわゆるね。あのまあ、有料メールマガジンとかね。配信してるところがあったりとか、結構ね。株についての情報って非常にね。あの世の中にいっぱい出てます。だからまあそういうのを見たりしてまあ、参考にできるんですけど、仮想通貨ってまだあの歴史が浅いのでそれほどね。多くの情報がないです。だからまあそういうそういう意味もあって。まあ、僕はね。株の方がねまあ、初心者からすると。 非常にややりすすいとは思ってまなので、ぜひね、株から始めてみてはどうでしょうか。株もね、いきなりね、たくさんかけるんじゃなくて、まず最初は何をすればいいかというと、なんだろうな、日記平均を見て、どういう株があってとか、株の研究ですね、銘柄、銘柄の研究をちょっとやってみて、銘柄の研究だけでね、半年ぐらいかかります。 うんまあ、僕は半年ぐらいかかりましたね。3ヶ月から半年ぐらいかかりますね。株なんかいっぱいありますからね。いっぱいあるか中の株の何の株を選ぶかっていうだけで、本当に最初はね、あの株の銘の柄とかを見てあの分類したりとかね、うん、どういう風に見ようかなとかそういうだけで半年ぐらいかかります。もちろん他の,あのことしながらなんですけど、うん、それぐらいかかりましたね。 でまあ、今はね、もうある程度自分の,そのトレード、トレード論ですね。トレード論が固まってるので、自分の手の出す株とは手の出さない株。もちろんね、その一般の人が言うね、いい株、悪い株っていうのと違います。株ってね、あの人によって、やっぱりね、全然違います。あの考えが違います、うん。株ってね、非常に難しいんだけど、人によってやっぱりね、考えることが違うので、 えー、その考え方ね考え方が違うのでそのなかなかね難しいと思いますあと、まあ、か今株主優待とか超流行ってるしあのなんか株主優待目的の人とかもね中にはいるのでそういう人はどちらかというと長期ロングで持つのでまたねまた違ってきますなのでいろんなねその投資家の視点があるのでまあいろいろね学んだらいいと思います僕はなんかその自分の投資はこうってもある程度 こういう形とか例えば決めてるんですけど、ただね、他のその投資家の考えも別に否定はしてない、ないです。あの他の側面から見たらあ、確かにそういうこともできるだろうなとか、そういうのもいいだろうなっていうところはね、いっぱいあるんで。うん、だから他のの投資家の えまあ考えるとかも全然あの僕は尊重してますし、うん、なんか否定するつもりはないですね。ただね、あの、なんか、ただ、変なね、悪徳商法とかね、マルチみたいな人たちの話は僕はね、興味ないです。あのちゃんとね、真面目に投資に関して話して、ま、真面目に取り組んでる。そういう人の話に関しては僕はね、うん、まあ面白いなと思います。いろんな考えがあるんでね。えー、なので、まあ、最初投資をするなら、株とかの方がまだいいかなと。 いう,ふうに思いますあとその株以外にも為替っていうのもあってまあ為替もねどちらかというといいかなとは思います、まあ、僕はね株より為替から先に入ったので為替がすごく得意ですで株はね正直2年前の動画とか見てもらったら分かるんですけど1年前か株はねなんかちょっとまだぎこちないなって感じで、まあ、個別どうしようかなっていう話をしてたんですけどもうね 2年ぐらいしたらねもう超慣れちゃっっってなってて余裕なしまいまいすただねそういう余裕と思った時こそ注意しないとあの株ってね本当急にね <laughs> 暴落してあのいろんなねこう暴落をね巻き込みながらしたりとかさあと逆に下がってんのにこうね特定の銘柄だけ上がったりしとかねそういうこともあるので、まあ、いろんなね側面をね見ながらね まあ半分ちょっと試し買いとかもあるんですけど、しながらいろいろね、自分の中であのこの株のね、持ち方とか、どういう銘柄をね、持つかとか、いろんなね、トレードについて、自分の中で形を作るのに、1年から2年はかかりますま。2年はかかるね。僕はもう2年である程度固まりました。なんで、ぜひね、その、なんか自分の投資って っていうのをまずね、あの、なんか学んでいただいて、うーん、される方がいいですね。で、まあ、株か暗号資産かと言われると、僕は株の方が簡単だと思います。どちらかというとね、うん。なので、まあ、人によっていろいろだと思うんですけど、まあ、株の方がね、いいと思います。まあ、基本的なそのチャートとかね、基本的な、まあ、なんだろうな、情勢をつかむためには株がいいと思います。 であと、まあ、株って言っても、あの日本の株と、えー、アメリカの株とかね、あとそれ以外、いろんな株があります。でもちろんあの取引できるものとできないものがあったりとか、あと取引できないので、まあ、なんかね、指数であったりとか、まあ、そういうのも非常にあります。なので、まあ、何をね、どうするかっていうのをね、考えていくと、まあ、最低でも半年はかかるかな、勉強するのに。働きながら勉強するのに、まあ、半年はかかると思います。 でまあ、2年ぐらいかかったら、まあ、ある程度ね、自分の形が、えー、固まってくると思います。まあ、僕は2年でもう株の投資に関しては固まってるので、まあ、それぐらいだと思います。ということで、えっと、今日はね、まあ、その質問をいただいた、えー、株と仮想通貨、暗号資産ですね、えー、とどちらがから始めたらいいですかって質問にあのお答えしました、えー。本日も最後までご視聴ありがとうございました。